皆さんこんにちは、シュータです。本日はラボに来てます。今回は、シグの MCX をね使ってやっていこうと思うので、まあ一つよろしくお願いします。ラボあんまりなんていうの、喋りながらやるのを今までちょっとできてなくて、ラボちょっと集中力あまりにも消費しすぎるから、なんか普通にやるときはちょっとラボ配信でもちょっとごめんね俺喋れなくなるからそれでも許してねみたいなこと言いながらやるんだけど、まあ動画だったらギリギリなんとかなるかなということで、一つねラボやっていこうと思うんでよろしくお願いします。で今押したのがメインって言われてる、まあ、なんだろうねあそこメインルームの地下エレベーターかな、あそこ押すと、まあ、ここにレーダーが湧いたりするようになったり、あとは上、この上の階だねにレーダーが湧いたりするようになるので、まあ、レーダーを狩ろうと思ってる人はまずメインのエレベーターを押すと、あとまあラボで喋らない、はい、生放送だね喋らない理由の一つとしては、あの自分の声で敵の足音聞こえなくなるんだよね。それがマジで嫌で基本的に喋ってないんだけど、まあ、今回は動画なので最悪ボツになったらその試合は流せばいいっていうのはそれだけなのでね、やっていこうと思います。猫、なんかこう鳴らないね、なんかある、赤ガンパウダーあるじゃん。まあ PVP じゃなくてできるだけ PVE をしたいんだけど、俺はラボはなんかね、PVP をしたいプレイヤーとか、まあ、邪魔だからとりあえず殺しに行くかっていうプレイヤーが結構多いから、あんま俺の思い通りにはなったりならなかったりする。はイエロー、なんか最近今期の途中から美味しくなった部屋で、イエローキーカード昔5万とかだったんだけど、ここの部屋のおかげで十数万までね、ラボ金値段が高騰したね。グラボが落ちてたりするんよね。1枚グラボ積もれればとりあえずラボ代の装備代ぐらいはまくれるんだけど、今回は何も落ちてないかな。しけとるのー今日のラボは。でここの上の部屋であそこのドアがウィーンって開いて、こうパーキングっていう場所なんだけど、脱出口が、まあ、1個増える。ラボは基本的にボタンを押すとレーダーが湧いて脱出口が増えるっていう、まあ、そういうイメージだね。バイオレット行っていいんか俺、なんか全然音しない、気配もしない。久しぶりだこんなフリーなラボ。ダグスティン、ここにキーカードが湧いたりするんだよね。なんかラボ、俺レッドキーカード持ってないっていうのもあるし、なんか結構その初心者の頃というか行って殺された経験が何度かあるから、なんていうの、ちょっと敬遠しちゃってたんだけど、ラボ自体、ラボっていうマップ自体結構敬遠しがちだったんだけど、なんか最近割となんていうの、もうレベルもだいぶ上がってきたし、もう俺60レベルだからね、そろそろラボなんていうの、いやいや期も卒業しないといけないなってことで、まあ一応一人でなんていうの、配信外とかでラボちょくちょく練習したりしてるんよね。なかなかね結果は芳しくない。やっぱりねラボ来る人は敵が強い、マジで。おリーダーか、ガンタークされた。レイダーがガンタークって言うってことは、キャラクターを視認してロックしましたよってことだから、ガンタークって叫んでる時に自分が突っ込むと大体の高確率で殺されるから、ガンターク中は突っ込まない方がいいね。しばらくほとぶりが冷めるまで待ってから突っ込んだ方がまあ良いとされています。俺の他にもプレイヤーがいる。レイダーは空撃ちしないから、今のは俺以外のプレイヤーと撃っちゃってる。なんだこれ、単発の銃だね。こっち側のカンカンから上に行こう。上がるよ。え？プレイヤーだ。頭一発 AP スラグ。まあ音は立ててたけど、行くか。タルコフのチーターの一番の弊害って、うめえかもしれねえプレイヤーを素直に褒めれなくなったことなんだよな、マジで。うわあいつうまかったなーってやられた時やっぱ言いたいじゃん。俺を殺したんだからお前ももっと上に行けるはずだぜみたいな、よくさバトル漫画の大会であるあれあるじゃん。あれやりたいのよみんな。まあお前俺より強かったな、いや今のは俺より強かった、だからお前の方が強い、だから俺が負けたのは仕方ね、次は俺も頑張るからよみたいなことやりたいんだけどさ、許してくれないんだよねチーターがいると。それを
で今のショットガンですが、シンプルうまかっただけのスーパーウルトラプレイヤーなのか、それとも俺の姿が見えてたスーパーウルトラクソプレイヤーなのかがマジでわからんくて、それがねちょっとね、ニキータもうちょいチーターのしばき頑張ってほしいね。シンプルうまいプレイヤーだったらやっぱ褒めたいじゃん。いや今のいいヘッドショットだったよみたいな、足音聞いて突っ込んできたんだなみたいな、それができんくなっちゃったのがね悲しいところだね。 M4 落ちてる、いいね。ここの M4 ね結構いいカスタムで売れるんですよ。結構お高いカスタムいろいろついてるんよね。 M4 本体も7万ぐらいするし、それにいいアイテムが何個かついてたらなおさら高いっていうね。お買い得 M4 ね。まあ、今回音も聞こえないし、結構大胆不敵に走り回ってるけど、もうちょっと本来はビクビクしながらクレーニングした方がいいんじゃなかろうかと思っとるよ。ここにイリジウム湧くんだろ、俺初めて見たわ。イリジウムってこれね。イリディウム、これ何なのかよくわかんないんだよな。なんかアイテムの交換とかでたまに使える。フラッグ漁られてない。フラッグオープン。ぶっちゃけラボなんてものはフリーでいいと思ってるのは俺だけでしょうか。なんか PMC マジでいなくていいんだよね。レイダー買って美味しく漁って、たまにレイダーに殺されて、くーレイダーに殺されちまったぜとか言いながら帰ってくるのがいっちゃんラボ楽しいと思うんだけど、なかなかねやっぱ、せっかくラボ行くんだったらプリオット、おー LEDX、 俺久しぶりに見たわ LEDX 落ちてるの。ここにも落ちてることあるんだね。画面の真ん中に赤、俺パーセプションっていうスキルがマックスになったんだけど、パーセプションってあの敵の足音が聞こえやすくなるスキルなんだけど、相手も漁ってると上がるスキルなんだけど、これが最大になると画面の真ん中に白い点が出る距離が伸びるんだよね。わかる？この白い点あるじゃん。これが俺、この辺でも白い点出るんだよね。だからアイテムの漁り残しがかなり少なくなって、いや非常に気持ちがいいね、これは。特に何もなければもう漁って帰ってもいいんだけどな。俺以外プレイヤーいないんじゃなかろうかっていうぐらい静かだな。なんか漁った形跡もないし、エレベーターをどかしたいから、ここ、地下だとアナウンス聞こえないんだけど、下のね、O と G っていうところ鳴らすんだよね。ボイラーが G、今鳴らしたところが O。アナウンスの後に G とか O とか言うんだよね。G とか O とか。ラボで、まあ、漁ってるプレイヤーは、そこの G とか O とかって音聞いて、自分の近くのどこのドアが鳴らされたのかっていうのを、まあ、見極めるんよね。一応どこがどこに対応してるかっていうのは頭に入ってるけど、地下だとそれが聞こえないからね、ちょっと難しいところもあるね。今回レイダー全然わかんないね。レイダーいたわ、こっちの奥ではいた。今ガンタークされたから、あそこのロングを俺が顔出すのはちょっと厳しいと思う。まあ、こっち来るまで待とっか。他にレイダー湧いてないみたいだから、あのレイダー倒したら帰ろうかな。くれるかな。1人目、お二人目もいいね、移動してるね、いい感じに。いないかな。グレ投げて泣かなかったら多分いない、いなさそうだね。この2人あさって帰ろっか。こいつあんま美味しくないんだよな。 BP なんか集めてるの、まあ、一応もらってくか。レーダーで美味しいのはグレネードとこの回復ね。こいつら固定で必ずグレと回復持ってるからそれが美味しい。逆に言えばそれ以外はあんま美味しくないんだよねレーダー。まあまあめちゃくちゃ美味しいかと言われたらそんなに美味しくはないんだけど、とりあえずあさり終わったから一旦帰ろうかな。せっかくだしサニター部屋も見ていこっか。トライアクセスどれだっけ、トライキーカードこれか。オープン。グリズリー H2O2、 今回しょっぱいね。メルドニン、あとはメルドニン、あとはしょっぱいね。全然美味しいもんしてない。これと大して落ちてなくない？鍵開けた分まくった俺。
しょっぱいね今回。まあフルマックスうまうましてないけど帰ろっか。なんかねこんなもんでいいんだよね俺のラボ。マジで俺こんなラボでいいの。こんなラボで俺が求めてるのはこういうしょうもないラボ。いっちゃん気持ちいい。これが今回のラボで手に入ったものこんな感じなんだけど、まあ、これがいくらになるのか今から計算するわ。はい、計算してきました。まあ、大体ざっくり150万ぐらいのレイドにはなったんじゃないかなと思います。まあ、諸経費含めても140から130万ぐらいの黒字かな。まあ、さっき一回死んじゃった分も合わせても堂々の黒字ということでね、ラボはなかなか美味しいんじゃないかなというふうに思います。よし、行くか。なんかあれで終わっちゃうと味気ない気がしたので、もう一戦行こうと思います。まずはブラックからかな。ブラックロックシューター行こう。開幕ブラックに走ってくプレイヤーはそんなにいないと思うんだけど LEDX がかなり美味しいので今回はブラックロックシューター行こうと思います。オープン。よし、今回はウェイティングフォープレイヤーって書いてあったから普通に PMC いると思う。頑張ろうと思います。注射美味しいね。あ、ガラス割れた左で。あ、一人死んだな。とりあえずレーダー沸かしてくるか。とりあえず鳴らして、とりあえず O と G 鳴らして、まあ、様子見よう。とりあえずブザー鳴らして、全然レイダー湧かないんだけど。湧いてたわ。ワイ鳴らしたね。来るかな、リーダー。最近リーダーここの奥引きこもるようになっちゃったからね、全然歩いてきてくれないよね。起きてるな。やっぱ OK 最近レイダー2匹しかいないから3体目いるかいないか確認に奥にグレ投げようねーって言おうとしたら敵来たわ。まあこれで帰ってもなんか美味しいもん持ってないかな。レイダー毛だあるか。美味しくないねこの辺。まあさすがにこれで帰るのはちょっとしょっぱいかなって感じかな。上いるわプレイヤー。レイヤーじゃないじゃん、レイダーじゃん。たまねえ、弾がねえ。よし行こう。終わりかな。終わった臭いな。これで故郷にお土産ができる。びっくりした。敵来たかと思った。敵じゃない、ゲッダンだった。暴れないの、そうやって死んだからって。トゥイ。これ置いて、これ持ってくか。物入るし、こっちの方が。
ケイ。君は何持ってるだ。実は物はテイクダウンの中に入れて、こういう二重構造にした方が物がいっぱい入るよね。これ豆ね。あ、ゼニットの AK じゃん。ゼニットの AK 持ってきたいな。どうにかして持ってけないかな。まあまあお腹いっぱいになれたので、よきよきレイドでしたね今回も。まあ、PMC はいなかったけどレイドいっぱい倒せたから OK よ。ただちょっと MCX 中距離やっぱ弱いね。近距離はだいぶ強いんだけど、中距離がねちょっと微妙いね。今回はね6体かな、レイダー4体しかヘッドショットできんかったね。ちょっと今回のレイドもいくらになったのか計算してみようかなというふうに思います。はい、ね、ざっと計算するとだいたい今回は70万くらいかな。だいたい概算で70万ぐらい稼ぐことができました。まあまあぼちぼちなかなかに美味しいラボだったんじゃないかなというふうに思うので、皆さんもよかったら朝の人のいない時間帯だと、なんと PMC が少なくて、まあ、今回も PMC はいたんですけど結局勝ち合わなかったんで、できるだけ PMC が少なくて、まあ、かつレイターだけ買って、まあ、美味しく黒字にしたいとかラボちょっと練習したいって人は、なんと今朝の7時なんですけど、まあ、このぐらいの時間帯にねレイドに行くと、まあ、あんまり人がいないのでおすすめなんじゃないかなというふうに思います。まあ、仕事行く前とか、まあ、ちょっと早朝早起きしてやってみるとか、まあ、そういう感じでやっていくとねいいんじゃないかなというふうに思うので、ね、まあ、ぜひ皆さんもラボ挑戦してみてください。というわけで今回はこの辺で、よければねチャンネル登録高評価等々よろしくお願いします。ということで本日は一つこの辺で、それでは皆さんお疲れ様でした。バイバーイ。